調子が。さすが。はい。ちょっとテンション下がりっぱなしですわ。テンション下がりっぱなしですか。なんでそんなテンション下がってるんですか。え？なんでそんなテンション下がってるんですか。なんでテンション下がってるかって。はい。ね。辻、はい、お前もご存知でしょう。誰ですか。あの朝の朝食。まああの皆さんも心配してると思うんですけど、あのバイキングやって、で、まあ一応僕らが食べとったんですけど、まあ俺は走らなあかんから、はい、まずうても絶対にこう体には入れなあかん思って入れとったんやけど、なかなか入らへんねん。そうですね。うん。でもあのその料理を作ったあのおっさん、うん、調理場の方からこうや、うん、おー食べとる食べとるうまいんだ俺が作った料理が言うてずっと見てるけど、俺はあんまりあんまりおすすめなんだけど、うん、もう法隆さんバックバックついに胃も治りました。元気になりましたよ、ほんまに。でも辻どうやねんお前。あ、もう全然大丈夫です。もう大丈夫。はい、治った。治りました。そうか、よかったな。はい、よかったです。よっしゃー。おぉ、これは食べてないけどカロリーメイト、はいはいはい、これがあるから大丈夫や。そうっすね、カンペさんにはそれがありましたね。もう美味しかったな、あの料理は。うん、うん、おいしいぞ。よし、おいしいぞ。東へ向かうぞ。うい。カロリーメイト突き刺して行こう。よし、うん、あじゃよう。うん、ここらはもうちょっと20-30年前のやろ。おかしい、駄菓子屋っぽいですよね。うん、ここ文房具屋さんや、これ、うん、なおもちゃ屋さんや、こういうのがずーっとあんねん、うん、これあそこまたおもちゃ屋さん、奥の方に入れとったら売れへんぞ、何年も、うん、すごいぞ、危ない、すごいわ、どんどん立てていってるわ、これ。これぞ中国っていう感じやな。うん、そういう感じな。はい。すごいな。すごいですね。すごい。何ですか、これ。これ理念所、理念所。芋。山芋。へえ。ほんまの山芋、理念所や。おお。うわ、すごい。売ってるわ。うん、またこの町見てこれ。こじんまりといってガッチャガチャしてる。そうですね。これ飲む卵やこれ。アヒルや。アヒル。アヒルの卵。ただまあ決まらねえもん。どうぞ。隣、これ発電所、うん、でっかい発電所の横で、はい、こういうちっちゃい町があんねんな。これが発電所のための町でしょうね。そうやろな、うんうん、
な。パン焼いてるやな、あそこで。え？あそこで見てパン焼いてるな、釜。釜？ちょっと待ってよ。お、すげえ。あ、ほら。どうして？ああ。おお。おお。なん？何焼いてんすかこれ。あれを塗って、道端のなんやさ。あれを。で水をこうバーッとかけて。すごいですね。どうしてしましたね、最初、はい、でも最後は分かってくれて笑ってたやろ。そうですね。どうや、はい、ん、分かってましたよ最後。あそこのわらの家、はい、そうですね。あれな、これが5つか6つの時だったな。わらの家に住んでたんですか。納屋があってな、はい、納屋の家の、はい、上にいっぱいあのわらをこうずっと積んでんねん、はいはいはい、まあ、あのこう、わらの家みたいなもんやわな、はい、いっぱいわらを積んでんねんな、はい、そのわらの家で近所のこと、はい、焼き芋焼いたんや。まあ、なんとなく結果わかる気がします。わかる、はい、わらの家で焼き芋焼いてたら、はい、その風の通り抜けるとこやって、はい、こう火種をビャッと上持ってったん、はい、で笑ってすぐ火つくやん、あれもう全焼させたん。まあ思い出すわ、あの藁見たら、もう足も止まる、全然走られへんなってきだした。じゃあ藁すごい燃えてるじゃないですか。おうおう、その燃えてるのとチンタワへ向かってる寛平さん、どっちが燃えてるんですか。死ぬだけー。あ、惜しかチンタワチンタワ。
ました。いやー今日はもう満足です。まあ今日はちょっとロケもしたし。でもまあなんかすっごくもうなんか終わっていくのがなんか一日じゃ早いな思って。待っといてください。